ああ、かわいい。あれ、回ってる。びっくりした。あ、太陽光だから勝手に回ってんのか、これ。あ、考えたね、これ、マロちゃん。おお、今びっくりした。全然気づいてなかった。回ってんだ、これ、勝手に。あれ、もう一体いないじゃん。ここいないじゃん、もう。うさぎのピンクアントココア。回ってる。これ多分太陽光でなってんだね。誰かもう売れてる。ってか、取り置き入ってんだね。935円マグネットシリーズ。お、オギョートカラーになってない？これ。クマさんのマグネットめっちゃ強力今。全然外れなかった。7番、935万。あ、ごめん、935円。これね、クマさん。8番はこちらですね。トラさんは11番。11番。10番は、これなんだろう、うさぎさんかな。あ、これかわいいじゃん。12番。高級。高級。うさぎさんが2ついるんだ。買えないとか言わないで。 はい、ぜひ。あれ、矢印が来たけど、誰だろう？誰だろう？矢印が来てるけど、誰が買ったんだろう？番号も来てないけど。闇ったな。はい、あとね、こちら。ピンクの。これは何だろうな。スイスラングって何の意味だろう。これスイスラングっていう動物なのかな。こちら、うわ、めっちゃ好き、これ。あ、何これ、恐竜か。俺、貴乃橋かと思った。ドイツラナグロス。なんだ？これ違う。糸の名前か。5番、2860円。あ、おかあ、あ、うちのおかんが買ったみたい。あ、8番。あ、ミリミリちゃん？ 8 番。あ、オッケー。8番、ミリミリちゃん。あ、違う。ごめん。貴乃橋は、ごめんなさい。うちの下請けさんの名前です。鴨の橋？と思ったら恐竜だった。T の1番、マロちゃん。はい。貴乃橋さんは、俺の会社の方の下請けさんだった。ごめんなさい。はい、2860円です。看板は、こちら。あ、見て、紫の恐竜もいる。見て。4番、2860円。貴乃橋さん。ちょっと待って、俺多分、履歴に残ってる。今日電話したから。漢字が。ほら、残ってる。たって入れると出てくるもん。貴乃橋って。登録したから貴乃橋って出てくるもん。これかわいい。あ、影がかわいい、影が。
しい。難しいね、確かに。俺も最初読めなくて聞いちゃったもん。漢字が難しいよね。俺も読めなかったもん、最初。あらー、かわいい。見てこれ。えいやーってやってんのかな、これ。2番、2420円です。これかわいい。これ、あれか。糸の名前なんだね。糸ゆかしみたいな感じなんだね、これ。ドイツ、レナラレ、ね、レ、何？ドイツ、レナーナ。レラーナ。レラーナ。これかわいいね。かわいいよ。いやーでも新しい風が吹くね、こういうかわいいの。ピンク。かわいいよね。糸お菓子のこと。糸お菓子ってなんだろう。糸お菓子ってなんだ。ドイツで作られた、ラレーン、ん？レ、レラーナっていう糸。輸入してんだね、そういうの。かわいいですね。かわいいですね。ぜひね、また新しくね、ちょっと遅れちゃいましたけど、マロちゃん入ってますんで、ぜひ。はい。マロとウサギの、ティンクとココアちゃんです。ぜひ見てくださいね。ピンクの子はどんな感じですか？ピンクの子は、スイスのラングっていう糸。1番、2420円。こちらはね、まん丸の、クマさんかな、これ。ちょっとね、なんだ、グラデーションになってる。綺麗に。回ってる子がいるのよね、ずーっと。この子はね、帽子かぶってるんだね。多分、アヒルさんに、アヒルさんが、アヒルがウサギの帽子かぶってんだ、これ。アリちゃんピンクが好きだもんね、確かに。これね、3025円なんだけど、6番、3025円。これね、帽子が取れるって書いてある。うっそー、めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いじゃん。それも最後まで被れないとこがいいよね。半分しか被れないとこが可愛いよね。3025円。かわいいですね。ぐるぐる回ってください。はい、ぜひ見てください。あ、6番。6番ください。あ、ヒーロちゃん。ヒーロちゃんありがとう。6番。その子が、ハコオリンちゃんごめんなさい。はい、じゃあ、以上。これ電源切っといた方がいいんじゃないの？もうこれ回る？あ、もう恐竜くん回そう。よし。やべ。値札を置くタイミング。値札を置くタイミング。しくった。よし。恐竜くん回します。はい、じゃあ皆さんまた見てください。マロちゃんね、ぜひ。